えー、こんにちは。今回は FX についてのメッセージをいただきました。で、個人宛ての返信動画になりますんで、ちょっとプライバシーに配慮しながらね、一般公開動画として作ってみようかと思います。えー、まずはですね、あの坂田五砲とエリオット波動などのあのー、フォーメーションの分析があります。これはあのー、テクニカル分析の中で、えー、私がね、重要としている4つの分析なんですけども、まあ今フォーメーション分析って言っちゃいましたけどもね、 フォーメーション分析、エリオットハード、坂田五歩、そしてゾーン。この4つの概念があれば、テクニカル分析っていうのはかなり高い精度でできるんじゃないかなと思います。実際私1年間、合計で6年やってきましたけども、この4つの手法だけで、移動平均線すらほとんど採用せずにね、ずっと成績を残すことにできますし、えー、自己成長もできるんですよね。だからこの4つだけでいいんじゃないかなと、私は思っております。 もちろん他にもさまざまなインジケーターを使いながらとかツールを使いながら試行錯誤されている方もいますんで、まあ、そういった方法が合ってる方もいるんでしょうね。私の場合はこの4つの手法だけでやっていけるなと思います。で、この4つの手法を用いて説明をすることが多いんですけどもそうは言ってもねあのこの言葉をあんまり使うべきじゃないなと思いますけども使っちゃう時があるんですね。無意識に。できれば 漠然とした表現を使わずに具体的にお話していきたいとは思っていたんですけども今回ねそのエネルギーがたまるっていう表現を力点とかいうね言い方もしちゃってると思いますけどもこれがね私結構出てるんじゃないかなと思うんですよ。これはねどういうことかというとうーんそうですね本当説明するのはね難儀ですね。<laughs> まああどういうういいことかというとかね、あの なんて言うんですかねまあ、レンジでお話しましょうかレンジでエネルギーが溜まる場合っていうのはああののの買いの勢勢力力と売りの勢力があるんですよねだから買いポジション入れてる人と売りポジションが入れる人がつき釣り合っちゃうと実は実践っていうのは短くなるんですよであの急速に売買を繰り返す人がいる要するにものすごく短期でスキャルピングみたいに売買を繰り返して利剤を取っていく人が 増えるると今度はヒゲが出るんですよねでこのエネルギーが溜まる状態っていうのは一つにはこの売買が激しく繰り返されている状態が上下でバイとセルで釣り合っている状態がいるとするとどちらかの勢力があもう十分稼いだなと思ってスパッと資金を引いた時に残りの片方がズバンと突き抜けていく状態のことをエネルギーが溜まってるっていうんでその時にもう一個は今度は全く逆でですね 売買が繰り返されてない実践が短い場合ですよね実践が短い場合ってのはポジションを多く持ってるんだけどもでもこっちのポジションとこっちの売りのポジションと買いのポジションがほとんど釣り合っちゃってるんで売買を繰り返す人が少ないんですよだから実践が短くなるんですよねでも大きな金額があるからどっちかがバスッと決済した時に反対方向にバーンと伸びていくってことがあるんですよでこれをね あのチャートのどこにも出てないんですけどもそれを想像しながら例えばトライアングルが収束してレンジに向かった時におー溜まってるなーって感じるんですよね。うん、であとはねもう一つはねこれはもっともっと難しい考え方になりますんで非常に説明しにくいんですけどもあんまり気を止めないで聞いてほしいんですよ。それはですね今回起きたみたいにあの利上げとか利下げっていうねファンダメンタル図が来た時に。 そこに資金を投入できる人っていうのが必ずいるんですよ余剰資金をたっぷり持ってる人ですね、そういう人はブレイクアウトが起きた瞬間に大量の資金をつぎ込む用意ができてるんですよねその人なんですよエネルギーが溜まってる人だからブレイクアウトが起きた瞬間にものすごく伸びるのはあの一人で何十万何百万っていう金額をボカンと打ち込める人がもういるんですよね でそういう人によってブレイクアウトがさらに促進されるってことです。それがエネルギーが溜まってる状態。この3つですね、パターンは。わかりますかね、これ。うん。ヒゲの出てるパターンと、ヒゲの出てないパターンと、それから、どっちでもなくって、資金をたくさん持ってる人がね、ブレイクアウトを待ってるって状態です。まさに今回、あの、昨日のことですけども、深夜3時ぐらいに、あの、利上げの発表が速報で入ったときに、よしと思って、 資金をたくさん持ってる人がブレイクした方向にボカンと資金つぎ込むのもエネルギーが溜まってる状態と言います。これがだから3点目ですね。この3点目のエネルギーが邪魔った状態っていうのは常に起きるんですよ。だって大量の資金持ってる人がいるわけですよ。私たちと同じ相場の世界に、ね。だから10万円が限界値でやってる人っていうのが最も多いと思います。これは。FX やってる人。で、こういう人たちはチャンスに乗れないし、 リスクは高いままなんですよずっとでも1000万とか億、まあ、っていう金額を FX の口座に眠らしている人はどうでしょうかブレイクアウトが起きた瞬間に数百万単位をバン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 ぶち込んでで数十万単位の利罪を取っていくわけですよ、うんまあ、そうなってくるとねもうその勢い足りいはすごいですよね少数の人間が 多数の資金を動かしているっていう FX の図がそこにあるわけですよ。で、今までね、そんなに何回も動画で触れることはありませんでした。あの、髭については徹底的に解説した一週間があったんですけども、うん、いい質問でしただから今回ね。あの、エネルギーが溜まる状態っていうことですよね。うん。だから、玉が溜まってる状態、注文が溜まってる状態、 うん、これはだからひげを出してエネルギーが溜まってるのかひげはないんだけどもエネルギーが溜まってるのかってことを2つですね。で3つ目がさっきくどくどと申し上げました資金ををたくさん持っっててるる人はブレイクアウトを待ってる状態です、ね、同じブレイクアウトを待っていても,もう100万円以下の人の口座ってのはあまり影響ないですどんだけ人数が集まっても。 でそういうふうな資金の少ない人の判断っていうのはどちらかというと弱いんでそれから精神力もねちょっと弱いんであのブレイクアウトが起きてもあの資金がが投入でできないい可能性が高いんですよだからそういう人たち資金の少ない人っていうのはあんまり相場には反映されてませんだからどうするのかっていうと資金をたくさん持ってる人が動いていく方に後追いでついていくのが資金のない人の勝ち方なんですよね。まあ、それを 今日まままととめとししててお話しさせてもらいい、いょうかねはい、じゃあ以上でございますどうもいつもご覧いただきましてありがとうございます。はい、じゃあご入金の方も本当ありがとうございました。FX につきましてはもう徹底講座をね、この夏ぐらいから年末が明けてやろうと思うんですよ。徹底講座徹底解説ね。まあ、それこそ週に1回きちんとね、課題が出せる人向けにやっていこうかと思います。かなり力がつくと思います、これは。でですので時間の確保が できなかったり FX やってみたいんだけどもなかなか毎日はできないよねっていう人はあの本当にね FX 身につけるのはどん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 人生の後ろの方になっちゃうんで私が思うんですけども一刻も早く FX を攻略してお金稼ぎ活動は FX 以外やらなくてもいいような生活を手に入れたらどないかいなと思うんですけどね。どうでしょうかね FX はテクニカルを覚えたらね本当それだけでいいんでね。 テクニカルつっ,っても4つの章ですからね。はい、じゃあ以上でございます。どうもこれからもよろしくお願いします。